ここは菊池胸で収めて埋めない、シュートは打ちません。裏に抜け出す鈴木、クロスヘディング決まった、菊池 J 初ゴール、岩手ホーム開幕戦で菊池の J 初ゴールが誕生しました。見てみましょう、この梅内の鈴木へのパスというのがまずこれで勝負あり、鈴木のクロスボールにピンポイントで合わせました菊池翔太、見事な先制点。やはりこのフィジカルの強さ、秋田にとっても脅威です。